気で人に押し付けてばかり、周りの顔を気にして隣に習いものを言う、ろくに話も気が済み、あいつ自分で作り笑い、自分らしく生きてますか、気持ちいいことそこにありますか、あ勘弁してさよなら、軽いノリで行きましょう、散々悩んでみても本当何にも慣れしないよ、今だったの力あなた方もぜひ一度試してみたらどう、それじゃバイバイバイ、なんだかんだ言っても、そう君が好きだから。